今度は、西の山のオルトロスから逃走する方法が発見されたので、該当部分だけ紹介します。金の髪飾りや大魔能ではで任意コード実行する場合は関係ありませんが、エーテルスーパーで行う場合は、一生減らすことができます。29戦目、オルトロス。タコ足は相変わらずの攻撃力。異質グテはバニシ貫通。一定時間経過でヘールストーン。一体の HP を4分の1にする必中の割合ダメージ。通常時の1ターン目に一歩前進。8回前進するとアクアブレス、マグニチュード8。バリアリングをストラゴスに装備。あらかじめ瀕死にしておくことで戦闘開始時にシェルがかかります。まずはスローでオルトロスの行動速度を下げます。ヒゲナはハイポーションでストラゴスを回復。ストラゴスは全部で敵の攻撃をかわし続けます。ATB ゲージが満タンになってから、逃げられない1回表示、ジャンプ、逃げられない1回表示で、安定します。オルトロスからはホワイトケープが盗めますが、任意コード実行するなら、特に必要ありません。ちなみに、この戦闘は逃走できますが、必須戦闘には変わりはないので、盗みは OK です。ダダルマー戦も同様。オルトロスは通常行動の1ターン目に一歩前進します。限界まで前進するのをジャンプしながら待ちます。加速。待っている間にこの戦闘を逃げることによって生じる今後の影響を考察してみます。まず、魔法習得値ですが、そもそもオルトロスからは習得値を得られないので、全く影響ありません。お金については、バリアリング購入とハイポ消費、この後のフェミオ消費で計650ギルの出費ですが、任意コード実行の場合は、もうお金は必要ないので、影響ありません。任意コード実行を使わずに進める場合でも、650ギルの出費なら、最後に大人買いするフェミオの数が2つ3つ減るだけなので、こちらも問題ありません。それ以外の部分については、勝利した場合と何も変わりません。というわけで、結論としては、耐性に影響なし、となります。オルトロスが限界まで前進したら、フェニックスノーでロックを復活させます。オルトロスは限界まで前進すると、アクアブレスか、マグニチュード8を使ってきます。この時、アクアブレスなら、攻撃対象の分散と、シェルによる魔法ダメージ軽減により、ストラゴスがギリギリ生き残れます。オルトロスは攻撃を終えると初期位置に戻ります。この時、一瞬だけ敵がいなくなり、逃走可能になります。テイク数は3回。逃げられました。状況としては、イフリート、芝戦と同じです。この逃走により、エーテルスーパーを使って任意コード実行する場合の勝利回数が37勝に減ります。なお、金の髪飾りや大魔能ではの入手を認める場合は、ここより前に任意コード実行できるため、勝利回数は変わりません。ちなみに、先日発見されたバルガス戦の逃走については、飛空艇バグが必須であり、任意コード実行も実的に不可能なので、本プレイでは活用できません。もし、あの時点でキャラや技を書き換えられるだけの任意コードを実行する方法が発見されたとしたら、逃走するまでもなく、その時点でエンディング直行確定となるので、大幅な記録更新となります。今後に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。